エライオプラストの文化バニラの養々の細胞。E. エライオプラスト隔離バース白色体。B. 小能イラストレーションフロムコリージェットディクショナリー。F.A. ブロックハウス &IAA フロン。サーカ1905。エライオプラストは一般的な三つの白色体のタイプのうちの一つであり。その主要な機能は脂肪酸、テルペン、その他の脂質の合成と貯蔵である。輸量種子の使用。 柑橘類の果実、多くの被子植物の役に存在する。大部分の白色体と同様、エライオプラスとは、色素を持たない細胞小器官であり、異なる形態の色素体と相互転換が可能である。エライオプラスとは、主に脂質の貯蔵と代謝を担い、近年の研究ではこれらの細胞小器官が、テルペンや脂肪酸の形成に関与していることが示されている。 典型的な外観は、油滴で満たされた小さな丸い細胞小器官である。エライオプラスト内の脂質は、幻覚生物によって構成される脂質を反映したものであり、主にトリアシルグリセロールとステロールエステルである。これらの物質は集合して油滴となり、顕微鏡で観察可能である。その他の構成要素としては、 フィブリリンなどのプラストグロビュール結合タンパク質を含んでいる。フィブリリンは色素体の祖先型シアノバクテリアから保持されていると考えられているタンパク質ファミリーである。エライオプラストはタペトソームともに皮脂植物の薬のタペータムで高頻度で見られ、そこでは色素体の油脂とタペトソームのタンパク質が発生中の花粉粒の外皮を形成するために利用される。 花粉粒の成熟後、これらの細胞小器官は分解され薬質へ放出される。エライオプラストは、油料種子にも存在し、このグループのエライオプラストによってもたらされる脂質は、炭水化物に変換され、肺の発芽の際のエネルギーとして利用される。柑橘類の可比には特に多量のエライオプラストが存在することが示されており、そこでのテルペンの酸性に必要不可欠である。 植物内では、エライオプラスとは、他の色素体と同様、茎の分裂領域であるメリステムに存在する、原色素体に由来する。原色素体は、未分化状態であり、そのため基地の多様な色素体のいずれにも分化することが、でき、何へ分化するかは存在する組織によって決定される。体細胞では、原色素体の発生過程は一方向の経路であり、ある形態から、 他の形態への移行は起こらない。しかしながら、生殖細胞では、色素体は、頻繁に、相互転換を起こしている、可能性がある。皮脂植物の役では、エライオプラスとは、タペータムでの色素体の発生の最終段階である。原色素体から直接生じたものであるか、他の色素体からの転換によって生じたもののいずれかで、あり、生物種や、受粉の戦略に依存して異なる。 色素体は10億年以上前に生じた祖先型真核生物と祖先型シアノバクテリアとの内部共生に由来するものであり、真核生物に取り込まれた細菌は光合成のための代謝中心として保持されたものであると考えられている。その証拠は色素体のゲノムの特徴が現代のシアノバクテリアと密接に関連していることからも観察される。太古の共生以降、 色素体のゲノムは大きく縮小し、約2500種類の関連タンパク質のうち自身のゲノムが高度しているのは約100種類に過ぎず、それ以外の遺伝子は各ゲノムへ移行している。大部分の色素体と同様、エライオプラスとは、親細胞の分裂とは、独立してに分裂によって増殖し、これは祖先型細菌の特徴である。分裂は細胞質分裂の直前に起こり、 細胞質の構成要素として、娘細胞へ受け継がれる。他の色素体ファミリーと相互転換することから、明らかなように、エライオプラスとは、他のすべての色素体と同一のゲノムを持っており、皮脂植物では主に母性遺伝する。父親由来ののプラステムは、花粉の発生、または花粉管の形成過程で排除される。花粉の発生過程では、 父親の色素体は小胞子の分裂の直前にマイクロフィラメントによって移行が阻止されるか、その直後に分解される。父親由来の色素体は花粉管の形成過程でも阻止され、色素体は精細胞が卵と融合する際に分離される。ありがとうございます。